卒業生の皆さん、修了生の皆さん、ご卒業本当におめでとうございます。私たち APU の教職員は皆さんの門出を心からお祝いいたします。皆さんが入学した年、熊本の大地震がありました。皆さんの中には初めての大地震でびっくりされた方も大変多かったと思います。でも皆さんはお互いに励まし合って、皆さん同士気持ちを合わせてこの災害を乗り切りました。そのプロセスで皆さんはいろんなことを学ばれたと思います。今回コロナウイルスの騒動で卒業式を行うことができなくなったことは、僕自身も本当に痛恨の極みで断腸の思いです。でも今大学がなすべきことは、何よりも皆さんや関係者の皆さんの健康を第一に考えることだと考えて、卒業式を取りやめることにしました。でも APU には秋にも卒業式があります。また今年は開学20周年で、11月にはホームカミングデーを予定しています。そういった機会に皆さんの卒業の門出をお祝いできるような、いろんな催しがもしできればとても嬉しいと思い、これから検討していこうと考えています。卒業を迎えるにあたって皆さんに花向けの言葉を3つお話ししたいと思います。まず第一点は、大学を卒業して勉強は終わるのではなく、これからが新たな勉強の始まりだということです。世界は IT 化、AI 化に代表されるように目まぐるしく動いています。皆さんが学ぶことをやめれば、あっという間に時代に取り残されるのではないでしょうか。僕は人間が学ぶということは人本旅に尽きると思っています。皆さんはこれからもたくさんの人に会い、たくさん本を読み、いろんなところに旅をして、学びをやめないでください。これが第一のお願いです。第二は、行動してほしいということです。人間はいろんなことを思い考えますが、行動しなければ世界は1ミリたりとも動きません。もちろん行動したからといって世界が簡単に変わるわけではありません。正直に言えば、世界を変えようと思って行動した人の 99% がおそらく失敗に終わっていると思います。でも 99% が失敗すると分かっていても、行動しなければ世界は変わらないと信じた人がいたからこそ、
人間の歴史は進歩してきたんだと思います。皆さんにはぜひ行動する社会人になってほしいと思います。それこそが APU の2030年ビジョンの目指すところです。皆さんはぜひチェンジメーカーにチャレンジしてください。最後は仲間の大切さです。人間は一人では何もできません。でも皆さんにはたくさんの仲間がいます。 APU はすでに2万名近い卒業生を送り出しています。 APU の同窓会はチャプターという名前で世界に36ありますが、そのうち26は海外に存在しています。言い換えれば、皆さんは世界のどこでチャレンジをしても仲間が世界中にいるということです。皆さんはぜひそういう先輩方が世界中にいるということを信じて広い世界に羽ばたいてください。もちろん母校である APU にはいつでも帰ってきてください。いつでも皆さんを大歓迎します。学長室に立ち寄ることも忘れないでください。最後に僕の好きな言葉を送ります。 Live as if you are to die tomorrow. Learn as if you are to live forever. 皆さん、ご卒業本当におめでとうございます。皆さんのこれからの人生に幸多からぬことをお祈りします。 APU 学長出口春明。2020年春に晴れて卒業される学部生及び大学院の皆さん、卒業おめでとうございます。国際経営学部長経営管理研究課長の大竹です。本当は卒業式に今私が身につけているこのアカデミックグローブを身につけて皆さんへ卒業証書を渡す予定でしたが、このようにビデオで挨拶することになり残念でなりません。しかしながら、おそらく卒業される皆さんは私以上に卒業式が開催されないことが残念であると思います。今回の新型コロナウイルスの問題は今後のグローバル社会を進める上で、医療分野はもちろん政治、経済、環境等すべての分野に対して我々に課題を与えたのかもしれません。 APU で学んだ皆さんはこのような未知の課題も力強く乗り切ってくれるものと信じています。皆さんが卒業式に向けて多くの努力をされここまでたどり着いたことを誇りに思いますし、どうか APU で学んだことをそれぞれの進路において生かしてもらえればと思います。今回多くの友人や教職員と一緒に祝えませんでしたが、また APU に戻ってきて皆さんの卒業を祝福できればと思っています。いつか必ず会いましょう。その時までベストブラック。Dear new graduates, congratulations! I'm very sorry that we can't celebrate together with the graduation ceremony. In the future, more than just the current situation with the novel coronavirus, there will be various challenges you will have to face. But I believe that you all can overcome those difficulties
using the experiences you gained at APU that taught you the importance of mutual understanding, critical thinking, and proactive action. Thank you for spending 4 precious years with us. I wish you all success and look forward to being able to meet you again.こんにちは。私はアジア太平洋学部の久保田陽です。まず出口学長、教職員の皆様、保護者の皆様、そして卒業生の皆さんに心より敬意を表しますとともに、この度卒業生代表としてスピーチをさせていただく機会を賜りましたことに感謝申し上げます。新型コロナウイルスの世界的感染拡大の状況から、今回は卒業式が行えなくなってしまいました。私は大学生活の中で儀礼というものを勉強させていただく機会があり、儀礼の用いる人々への影響や機会というものがどれほどに重要かを学びました。儀礼の観点から卒業式の持つ意味を考えてみたいと思います。まず卒業生の中には、卒業式で赤いガウンを着てキャップ塗装する姿に期待と憧れを抱いていた学生も大変多くいたと思います。卒業式がなくなったことで APU 生としての誇りや大学への愛着といった目には見えないけれども非常に大切なものに大きな影響を与えるのではないかと危惧しています。また皆さんの中には、友達を含め卒業式でまた会えるからときちんと別れの挨拶ができないまま感謝の機会を失った学生も多いでしょう。では今回の卒業式の影響を考えたとき、私たちは一体何ができるのでしょうか。このことを考えるにあたって、今一度それぞれの APU での学び、生活を振り返ってみましょう。私の場合、熊本での地震に始まり、実家、北海道での地震も経験しました。その悲しみと不安の一方で、学生団体アークスでたくさんの人に出会い、楽しく過ごした日々、サルクでの PA 経験を通して、言語とコミュニケーションの難しさと面白さを学んだこと、講義やゼミでの学習、研究を通して、徹底的に向き合った文化人類学における他者理解の難しさなどがあります。卒業するすべての学生にとってもそれぞれのドラマがあり、この APU の環境で手にした自分らしさがあったのではないでしょうか。もう少し考えてみましょう。 APU での生活には揺るぎない他者とのコミュニケーションと支えがあったことを私たちは忘れてはいけません。大学という場においては、教授はもちろんオフィスの方、友達、先輩と後輩、カフェテリア、パシフィックカフェの店員さん、私たち一人一人の APU での生活の中には、絶えずコミュニケーションを繰り返し支えてくれた多くの人々がいました。学外にまで他者との関係を拡張すれば、この一人の人を作り上げる関係性の輪は無限に広がるでしょう。 APU 生として最後に卒業式の中止という難題にどのようにして向き合うか、今までのレポート、課題にも負けない難題です。しかし幸いにも、大学環境を通して私たちはその解決方法を身につけてきました。人それぞれ違うでしょうが、それは挑戦という言葉で表すことができるのだと思います。挑戦にあたり、私たちは多様性の中で徹底的に議論し合うことであったり、歴史ある文献や知を用いて一人で黙々と考え抜くことであったり、それから得られた解を実践し、失敗と成功を繰り返すことであったりと、たくさんの方法を身につけてきました。私自身、いろいろ考えた末、ここで生まれたエネルギーと教訓は、これからの挑戦に対してぶつけることにしたいと思っています。私の挑戦は、人が行う差別に対して、様々な人と議論を通して、差別について人として持たなくてはいけない態度と理解を考え、皆と共有することです。私は卒業論文を書くにあたり、北海道を中心に、今も日本各地で生活されているアイヌ民族の人々の文化について勉強しました。特に、アイヌ民族差別という社会問題について勉強する機会をいただき、民族差別を中心に世界中にあるたくさんの差別問題とその周辺について学んできました。そこで私は、少しでも差別について考えることができる人の輪を広げたいと思っています。このように皆さんには APU で見つけた挑戦があると思います。卒業される皆さんも、今回卒業式が中止されるにあたり生まれてしまったエネルギーを、ぜひ自分の挑戦の糧にしてみてはどうでしょうか。卒業する皆さんのこれからの挑戦は何でしょうか。そしてその方法はどのようなものでしょうか。それと向き合うにあたり、APU で学んだこと、
APU 生として出会えた人はこれからもずっと私たち卒業生を支えるかけがえのない財産であることに変わりはありません。冒頭の儀礼の話に戻りますが、卒業式という機会を失ったことは私たち APU 生としての誇りや様々な人への感謝ということに大きな影響を与えると考えられます。しかし自分の生きてきた学生生活を見直してみてください。そこには新たな人生のスタートする私たちの大きな土台としての APU ライフがあり、それは他の何にも代え難い大きな誇りです。さらにその土台には家族、友達、出会った人という様々な人と築き上げた関係性の輪が存在します。どうかその人たちに感謝を自分なりの方法で伝えてみてください。そのあなたの行動はきっと卒業式に匹敵する影響を支えてくれた人たちに与えると信じています。最後になりますが、卒業生のこれからの挑戦が社会により良い変革をもたらし、別府の山々に囲まれた世界の友がいるこの大学があらゆる社会で常識を変え続ける人を育てる場であることを祈り、私の挨拶とさせていただきます。Ayubowan. Hello, konnichiwa. My name is Carissa Gomez from the College of International Management. I am humbled to have been given the opportunity to be a representative of the graduating class of 2020. I would like to express my utmost sympathy to those around the globe contracted by the coronavirus. My appreciation and prayers goes out to those fighting in the front lines, risking their lives to put an end to this unfortunate outbreak. It is important for us to be compassionate and supportive of one another during these difficult times by looking past race, religion, and creed, just as APU has instilled in us. I understand that we are all downtrodden due to the cancellation of our graduation ceremony, but being molded by APU's multicultural environment for the past 4 years, I believe we have indeed become global citizens who have learned many lessons. But one that stands out the most is adaptability. My seminar professor would always quote Charles Darwin saying, "It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent. It is one that is most adaptable to change." And I think that's exactly what we've done over our university life throughout our numerous encounters, despite the hardships faced.From being soaked in the heavy rain and strong winds on campus, from running all the way from the cafeteria to the bus stop just to have the bus leave at the last second, from the repeated group projects to the last minute submissions, from scary earthquakes to typhoons, and most importantly, growing to become mature young adults amidst all the chaos. Therefore, I do believe we will look past this phase and carry on in a positive manner.Adaptability is our willingness to learn, make mistakes, and learn some more. And boy, have I made my fair share of mistakes at APU. I think the most common mistake I've made over the years is hoping that crowded buses would stop for me on the way to campus. Due to this oversight, I was more than an hour late for an important first meeting as a leader of an event. I almost missed a company seminar during job hunting,And I arrived just in time to deliver my part of a group presentation that almost cost my group 10 extra points. In all seriousness, APU has without a doubt provided us with the platform that allows us to push ourselves outside our comfort zone and learn from our mistakes. The base of all our academic life at APU was group work. Some of us loved it, some of us thought otherwise.However, looking back now, I do realize that it was this multicultural group work that helped us learn to be more flexible and open-minded. It was experiences that I gained from this group work that made me want to explore the various opportunities that APU had to offer. From being a multicultural camp leader to participating in a regional revitalization project, I believe I was able to challenge myself on many different levels.Just as I believe many of you did yourselves. But remember this, we don't have to stop here. Graduating has shown us that we are capable of accomplishing our goals when we commit ourselves to them. As we continue life's journey,
Let us tackle each new challenge with confidence, knowing that we have achieved great heights and are equipped with the necessary tools to take on our future. I'll never forget the encouragement and support from the lecturers and staff at APU and the friendly, loving people of Beppu, who welcomed us with open arms. I am also grateful to my parents and my sister, who were and always will be the wind beneath my wings. I will always be indebted to you for your constant support and words of love that helped me stand on days I felt like giving up. I am humbled and grateful to have been given the opportunity to study at APU, as you are too, I am certain. Let's keep the APU flag flying high. Congratulations, graduates. Hello everyone, konnichiwa, ayubowan. My name is Gayani Mali Bahar and I am from Sri Lanka. First of all, thank you for giving me this great opportunity to deliver a speech representing the graduating master students batch of March 2020. Congratulations everyone, we finally did it. Gosotsugyo, omedetou gozaimasu. I'm sure we all started 2020 with a lot of hopes and several different plans for our lives. Although it may have not gone in the same manner as planned, I wish that this tragic situation of coronavirus will soon be over and everything will get back to normal. I sincerely pray and hope that all families affected by this situation will soon have some peace. Well, it is a little sad that our graduation ceremony was cancelled because of the same reason. But I think that this is what we call living. Every day is a challenge with so many unexpected situations, and at times we need to take measures thinking of the betterment of the majority. Regardless, we all were able to graduate successfully. So, congratulations everyone again. I still remember the first day we all met at the orientation. New faces from different countries. We had no idea who we were or where we came from. However, slowly we got to know each other and became a family where we shared our happiness and sorrow during the past 2 years. I bet if you go back in 2 years and see yourself, you will know what I am talking about. There's no doubt we learn to accept our differences and grow professionally. Being a student literally means you're occupied 24/7 during the entire year. You begin your day with early morning classes, then you may finish them by late evening. After that, you would go to your part-time job, and then when you get home, there are reports, assignments, and deadlines waiting for you. I'm sure that we all had those sleepless nights, the days when the computer would crash and when we were writing a report in the last minute, or few hours before the submission of thesis, the page alignment would not work as given in the instructions. Through all these experiences, we learned that there is no typical day at APU. In the same manner, there will be no typical day in our lives going forward. Indeed, APU has taught us how to deal with such real-life situations. Lessons learned here will definitely guide us in the future. During the time of my MBA program, of course, my first priority was to successfully complete the coursework. However, I also engaged myself in extracurricular activities too. To name a few, Soy Sauce Project with Fundokin Soy Sauce Corporation, Global Business Case Challenge 2019, and working as a teaching assistant supporting faculty and students. The experience I gained through these activities has given me the opportunity to multitask and become an all-rounder. I believe it is no different with you all.
as I have seen you all taking part in international case competitions, local exchange activities, doing research presentations, and many other volunteer activities. We all could agree that some of these opportunities are unique to APU, and we will forever be grateful for that. For now, we can be happy that our midnight assignment writing, long hours on second floor B building, and weekend part-time jobs are over. However, there is a bigger challenge waiting for all of us. Soon, we all will start a new journey. Some of us will go back to our home countries. Some may remain here in Japan, and others may continue with their higher education. However, regardless of the path you choose, always remember the university at the top of the mountain, the lessons we learned here, and the memories of this beautiful city. Finally, I would like to extend my heartfelt gratitude to APU for supporting my education with the Tuition Reduction Scholarship and the Ashram Scholarship Foundation for generously supporting my university life throughout the years. I would like to thank my family and friends for always being with me. All the professors, thank you for bearing with us and sharing your valuable knowledge and insights. To all the staff from administration, thank you for supporting us throughout the past 2 years. Some of us came here not knowing a word of Japanese, but it is you all who made us feel at home. 皆様、大変お疲れ様でした。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。Once again, congratulations everyone. Thank you.